中華民国憲法。中華民国憲法。中華民国憲法。招待屋座は中華民国の憲法である。中華民国憲法は全文及び全十四章百七十五条で構成されている。九百十一年の侵害革命の結果、九百十二年一月一日に孫文を臨時大総統とする中華民国臨時政府が成立するがわずか2ヶ月で、 遠征外にとって変わられ、当時憲法の役割を担っていた中華民国臨時、薬法は改めされる。遠征外の死後、1916年の軍閥割拠の中で、孫文は中華民国軍政府関東省政府を結成し、大元帥に就任して中国国民党を結成し、北京の軍閥政権に対抗するが、1925年3月、 の遵守を遺言として隠しする。1928年に、小解析による北伐が終わり、南京に首都が置かれると、燻政綱領が定められ、1931年には、国民大会を開催し、が成立した。1936年5月5日、国民政府は、を交付した。そこには、孫文の理論である五見分率が採用されていた。すなわち、 国家権力を行政、立法、司法の三権のほかに、行使、観察を加えて五権とし、国民大会に対して責任を負うというものである。しかし、日中戦争が激化したため、憲法制定には至らなかった。1946年1月10日が開催され、五権分立、基本的人権、相当性の採用などを内容とする。 おさむ県中に原則が示された。続く3月16日に国民党に中全会において対おさむ会憲造原則の決議が採択されたが中国共産党と中国民主同盟などが反対、国民党と青年党、民社党等が参加したにおいて12月25日に中華民国憲法が制定された。この中華民国憲法は 1947年1月1日に交付、同年12月25日に施行された。憲法は制定されたが、中国大陸においては、共産党と国民党の主導権争いが内戦に発展し、国民党は共産党勢力の制圧を目指して、軍事活動を展開した。しかし、憲法を基本法としていたのでは、 共産党勢力の制圧が不十分であるとして、平時の国家秩序である憲法を修正して、戦時体制を取る必要があるとされた。1948年5月10日、中華民国憲法の付属条項として、動員観覧実機臨時条項が交付された。2年間を限度として、事実上憲法の諸制度を停止するというものである。ここで、動員とは、国家総動員のことであり、 漢、漢とは、打ち勝つの意味であり、漢乱、漢乱とは、乱に打ち勝つ、すなわち反共産主義のことである。この主要な内容は、動員漢乱時においては、相当は、国家や人民が緊急の避難に遭遇することを避けるため、または、財政経済上の重大な変動に対応するために、憲法上必要とされる手続きに拘束されることなく、行政院の決議を経て、 緊急処分をなすことができるというものである。しかし、中国大陸での戦線が共産党の優位に進展し、1949年1月23日に北京が共産党軍の手に落ちると、国民政府の台湾撤退は、勝利の急となり、同年5月19日、台湾全土に、お布告した。この、戒厳令は、1950年3月14日、 立法院の追認を受け、合法化されていった。中国大陸では、北京に引き続き南京放棄、上海陥落と国民政府軍の敗退は決定的となり、小解析の率いる国民党政府は、1949年7月24日、アモイから台湾に逃れてきた。この国民党政府の一員に伴い、中華民国の法体制が台湾に持ち込まれ、 日本統治時代の法体制をほぼ完全に取り替えた。したがって、この憲法の制定過程においては、台湾の住民は全く関与しなかった。1949年12月7日、中華民国政府は台北に臨時首都を定めたことを宣言し、翌1950年3月1日、小介石が中華民国総統に復帰し、 台湾統治の頂点に君臨するようになった。蒋介石は中国大陸から国民党軍を率いてきただけでなく、中華民国が中国大陸に存在していた時に作り上げた法体系を持ち込んだ。すなわち制定されたが事実上効力を停止されている中華民国憲法とその効力を停止するに至った動員官乱時期臨時上官である。ここに、 日本撤退後の台湾では、戒厳令と、動員官乱時期臨時上官という二重の担保を手に、した、小介析の独占的権力支配が、正当化されていったのである。動員官乱時期臨時上官は、制定時には二年間という次元が定められていたが、二年が経過した1950年に、自動的に延長された。なお、石は1966年に、 憲法改正の是非を問う臨時国民大会を招集したものの大陸奪還前に憲法改正は行わないという決議が採択されたためこの時提案されていた改憲案は幻にしまわた38年間継続していた改憲令は小慶国政権下の1987年7月15日に解除され 会言令解除後の1989年12月に立法委員の増加定員選挙、県庁、市長、台湾将棋会議員選挙、台北市、高雄市議会議員選挙が一斉に行われた。この選挙で結果的に国民党は圧勝したものの得票数は58%に止まり、一方で本格野党として初めて選挙戦を戦った。 民進党は6県一市で首の座を獲得し、立法院においても21議席を獲得して、法案提出資格を得た。民意が国民党の独裁に反対し、民主化を求めていることが明瞭になった。そこで、1991年4月30日、李登記総統は、同院官乱時期臨時上官の廃止を宣言し、翌5月1日より廃止した。これに合わせて同日、 中華民国憲法像、おさむ条文十0条を交付した。この憲法修正は、一期完了段階と呼ばれる方式によって行われた。憲法修正手続きを定めた、憲法第174条には、国民大会代表の5分の1以上の提案を受け、3分の2が出席し、出席者の4分の3の決議がある場合、または、立法院の提案を受け国民大会が承認した。 場合に修正できることになっている。しかし当時の国民大会代表は、中国大陸時代に選出されたまま40年間改選されていない万年議員であり、台湾を対象とする民意代表機関とは言えない。そこで、第1段階として、手続き面での改正を行い、その後、第2段階として、国民大会代表について、民意を代表する機関に改めた上で、 実質的な修正を行う必要があった。1991年4月の憲法修正後、12月には国民大会代表選挙が行われ、民意を代表する形が整えられた。そして1992年5月27日に実質的憲法修正を終え、第2段階にあたる憲法像、おむ条文第11条から第1条がまとめられ、 国民大会の手続きを経て、1994年8月1日に交付された。国民大会の地位、相当の職権と選挙方法、司法院、公師院、監察院、地方自治など、大中華民国を前提とする憲法を台湾のみ支配しているという実態に適応させる修正であるが、憲法の条文をそのものを改正したのではない。 憲法の既存の規定の適用を停止して、修正条文の適用を優先させた。以下は、中華民国憲法の改正の歴史についての一覧である。これらの改正により、台湾式反大統領制と言われる統治体制が確立されるとともに、中華民国憲法の実質的台湾化が図られたとも言える。第一条で国体を三民主義に基づく民主共和国と定め、 第2条で主権は国民全体にあると定める。第2章では人民の権利義務を定め、第3章から第12章で国家機構及び選挙などについて定める。全国国民を代表して政権を行使するのが国民大会であり、総統、副総統の選挙、罷免や憲法改正などを担う第25条、第27条。そのもとに、 原種として規定されている。相当、第35条、及び行政権を担う、行政院、立法権を担う、立法院、司法権を担う、司法院、公務員や、専門家の資格についての試験や任用を担う、講師院、観察を行う、観察院という5件を担う、5院が置かれている。国民大会が置かれていた点では、 典型的な権力分立ではなかったが、国民大会の権限は限られていたので、基本的には権力分立型の憲法といえる。権力分立、国民主権、男女平等を含む人権規定等から見れば、20世紀型の憲法ということができる。本、中華民国憲法下において、立法権は、 中央政府の立法院と地方の議会にそれぞれ垂直分立されている。中央政府の立法院は人民を代表して立法権を行使し、憲法改正案や領土変更案の審議権と提出権、緊急命令の追認権、主張任命の同意権、総統や副総統の姫務案や弾劾案の提出権、行政委員長に対する不審議案の提出権、及び法律案、 予算案、改憲案、社名案、宣戦案、公和案、条約案並びに、その他の重要事項を議決する権限を持っている。中央政府の司法院は、台湾の最高司法機関であり、民事訴訟、刑事訴訟並びに、行政訴訟の審判及び公務員長会の審理を司さどり、かつ憲法解釈と法令の統一解釈の権限を持ち、また、 憲法法定を組織し総統や副総統の弾劾案及び違憲政党の解散案を審理する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。